はようございます。おはようございます。2018年4月15日の聖室礼拝を行います。総額のうちに心を沈めて神様の前に出ていきたいと思います。賛美を捧げてまいりたいと思います。リビングプレイスを148、149番と賛美を しましょう。
それではお祈りいたします。しかしこの素晴らしい宝、今私たちのうちに輝いている光と力は、壊れやすい器、私たちの弱い肉体の中に入っています。うちにあるその栄光に満ちた力は、確かに神様から与えられたものであって、私たち自身から出たものではないことは誰の目にも明らかです。私たちは四方八方から苦しめられ圧迫されますが、押しつぶされ打ちのめされることはありません。どうしてこんなことが、と途方に暮れるようなことが起きても、絶望して投げ出したりはしません。迫害されても神様は決してお見捨てになりません。打ち倒されてもまた立ち上がって前進を続けます。この体はかつてのイエス様がそうであったように、いつも死に直面しています。ですから私たちを安全に守ってくださる方は、うちに生きておられるイエス様だけであることが誰の目にも明らかになるのです。愛するイエス様、今日も愛する兄弟姉妹たちと共にこの場に集えることを本当にありがとうございます。外は雨が降っていて、恵みの雨です。イエス様が本当にこの地球に愛を注いでくださっていることを感謝いたします。今日ここで神様を礼拝するために私たちは集いました。どうぞ心からの礼拝を神様受け取ってください。そしてこの場に集ったお一人お一人が、神様の力を受けてまた世で勝利を収めることができますようお願いを申し上げます。体が疲れていたり、体に病を負っておる兄弟姉妹たちもおりますけれども、それらすべてを感謝します。そして神様が癒しの御業を与えてくださることを信じ待ち望みます。感謝します。どうか神様、今日はあなた様と私たちの心に語ってください。御言葉をください。そして私たちはその御言葉でまた今週も生きていくことができますようにお願い申し上げます。インターネットを通じてこの礼拝が各地でなされておりますことを感謝します。場所場所で神様がどうぞ奇跡の御業を果たしてください。お願いを申し上げます。子どもたちがここに一緒に集っていることを本当に感謝します。イエス様一人一人にどうぞまた神様が、今週も宿ってください。そして神様を愛に満ちた生活ができますように、そして様々な、苦労から守られますようにお願い申し上げます。どうかこの今日私たちを神様から離そうとしている悪の力が多く働いておりますけれども、それらから神様が完全に私たちを守ってくださって、この教会に多くの人が集まってきますようにお願い申し上げます。家族の救いを願います。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。引き続き賛美をしたいと思います。歌集の38番39番、イマヌエル賛美が249番を賛美しましょう。私の救い主、捧げます。
2番を賛美します。食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について神は、あなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。
あなた方は決して死にません。特別賛美に引き続きまして、善悪の木の実と神様の主権と題して、ベニヤミン中野牧師からメッセージがあります。今日は歌集の242番十字架の上からという、ここでもたまに賛美するんですけど、私はこの十字架の上からイエスの思いが流れるという最初のところがものすごく心に素晴らしい賛美だと思います。もう一度お立ちください。歌集の332番と387番2曲を歌います。Thank you.
尽くし、思いを尽くし、知恵を尽くし、全力をもって神を愛し、また己のごとくその隣を愛していきなさいと仰せられます。あなた方が私のこのリバイバル の歩みに立ち、またその信仰に歩み始めるときに、確かにそこに災いが起こってくることを覚えなさいと仰せられます。神様はあなた方のこの祈りであり歩みであり言葉に信仰があるか愛があるかを絶えずそれを吟味するお方であること、これを心に留め全身全霊をもって主に仕えていきなさいと称せられます。さらにこの全てを感謝する歩みを徹底させていきなさいと称せられます。今この目に見えるこのよく見えることも悪く思えることもにおいても、あなた方は徹底して感謝を捧げ、またその中に働く私を信じなさいと称せられます。聖霊がこの世界にやってきて、そして罪につき、義につき、裁きにつき、人間が誤っていることを示された。罪についてとはイエス様を信じないことであると語られました。私たち人間の思いと全く神の思いはそこに違いがあります。神様の皆さんお一人人に関わる思い願いは、イエスキリストを信ずること、またイエス様を信じないこと、これが罪であり、またこれが信仰であると称せられます。あなた方にの家族に対する計画は、このあなた方 の予想を超えたこのものであることを覚えなさいと称せられます。あなた方は先にこの救われたものとして、さらに取りなし、また感謝を捧げ、またこの時にかなってこの私の働きをしていきなさいと称せられます。このあなた方の家族への働きは大きいことを覚えなさいと称せられます。ハレルヤ。この礼拝はインターネットによって全国全世界に発信されております。今司会者が創世記3章の1節から4節までお読みいただきましたが、はい、私の前に浦部伝道師にメッセージを語っていただきたいと思います。